感謝で無茶ぶりセカンドシーズン、おはようございます。若干噛みましたが、本日もお天気の、良い一日、寒いですね、すごい寒いです。なんでこんなうさぎをしてきたんだろうっていう、気候となっておりますが、本日はこちら、気候な鶴見中央店さんにやってきております。今日も、無茶ぶりをやっていくんですが、前回は窓かマジか2で見事勝利、果たしまして、結構なプラスにしたんですよ。なので、トータルのサマエもまあまあなプラスになってきておりますが、今日も勝利目指して頑張りたいと思います。本日はサイコロで決めるということですね。はい、わかりました。それではサイコロ振っていきましょう。はい、今回は罰ゲーム系も入ってるので、ちょっと身長は、わあ、1!1 が出ました。はい、1ということで、本日は苦手な機種で勝つ、負けたら次回枯れシャツ実践ということで、ちょっと他のやつでもね、枯れシャツ実践なんかやったりしてたんですけど、いや寒いですよ、まだ今日寒いってさっき言ったばっか。まずあの枯れシャツどこにやったんだろうっていう、家を探すところから始まっちゃうんですけど、まあそんなことがないように今日はしっかり勝っていきたいと思います。打ったことあって、かつ勝ったことのない機種をとりあえず入ってから探したいと思います。それでは実戦スタートです。なんか基本私負けても楽しかったら全然いいなって、だって負けても負けても負けても打ち続けてる台とか全然ありますからね、逆にそれは苦手じゃないよな。それでいくと、あ、でも正宗2とかマジで1回しか打ったことないかもしれないです。マジで初打ちの時に天井行って意味は分からないまま終わって、でも今だったら正宗3ですか。やっぱこの間初打ち1回打ちましたけど、どうしようかな、勝ってはいないんだよな。まあ今だったら3ですよね、やっぱ。じゃあちょっと行っちゃおうかな。はい、それでは苦手機種と言っていいのか分かんないんですけど、正宗3を打っていきたいと思います。まあ、勝ったことはないですからね、というか1回しか打ってない。もう1回打って一応突破して入れたけどプラスにならなくて、はい、それで別にそこまで深く調べずに来ちゃったんで、まず正宗系を全然打たないんですよね。そして正宗2も本当1回しか打ってないし、大東騎手は結構好きなの多いんですけど、正宗だけはマジで深くないかも。なんだろう、歴史知らないからかな、もしかして。正宗3がそうなのかは分かんないですけど、まだ2回目なんで、あの、だいたい天井行かないとなんかチャレンジできませんみたいなのも結構苦手ですね。そういう意味ではリゼロも苦手かもしれない。あ、ダイトだ、ダイトが苦手なのかもしれない、もしかして。いや、でも番長とか好きだしな、違法伝とかも好きだしな。突破系が辛いですよね、最近で言うとね。そう、だから最近は突破系じゃないやつも割と出てきましたけど、そういう突破苦手って人はマジで多いと思うんで。もう3枚目です、すごい、やばいやばいでもほらすごいいっぱいあるんですよね今日、お金よかった。千円札もいっぱいあるんですけど、うん、来た、よし、これで
50行きました。はい、マガタバもらいました。なんかまたでもだって当たるし、もう延長だし。ああ、ここで。はい、そうなんです。はい、ああ、天井でやっと当たります。2万5000円も使った。でもこれを飛ばしなきゃダメですからね。つらいな。行きましょうか。2回突破してラッシュ突入、ここ大事ですよ。まあ連打ですかね。さすがに 50% はきついよね。 60% 超えてほしい。あ、 60% しか見たことない。ここなんですよね、確か抽選のタイミングは。はい、ゼロと違うのは1回ちょっと出玉出してクリアしたら次出玉ってみたいな感じじゃないですか。だから1勝できないとめっちゃ本当に少ないですよ。で、1勝はしてほしい。誰？楽しくなってきたぜ。お、おお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 お、あれ縄文攻略なんだっけな。縄文攻略まで行ってくれたんで、ここはクリア。はい、あれここかな。いやー負けそう。サスケ、サスケ、やけどしないうちに帰ることをおすすめするよ。真田の忍び相手になろう。真田丸へは倒産。我が忍術とくとご覧あれ。あー、青いのが選ばれるよね。本気を出すまでもなかった。ああ、だから苦手なんですよ、突破系。しかもこれなんだっけ、4否定かな、4否定だと思います、終了画面。あ、でも苦手と思っている台がちょっと埋まっちゃってますね、他の台。もうこのまま正宗3を打てっていうことなんですかね。あっちゅう間になくなりましたわ。追加投資です。
スゾーンかな、さっきのチャンス名からを移動の極意、初めてチャンスゾーン入りました。10ゲーム間でトータル成功期待度は約 35% です。ドヤ役とか引けるといいんでしょうけど、200って言ったらすごいように思うけど 20% ですね。あのすごくないのかな、 20% ぐらいはもらえるのか。いや弱い、お最後で、あお 57% ってことか、まあ、悪くない、どうですか、どこで抽選されてるのか分かんないけど、あでも酔っ払ってます、よしよしよし、チャンス、飲み比べでしょ、捨てて、まあ、勝てると思うけど、あやった、よし、あよかった、追加投資はしちゃってるんですけど2000円だけなんで2万7000円総投資になりました。114ゲームです。思ったより早めに当たってくれた、よかよか、あ待ってなんか引いてるし、ここで、あまあそうかな、行きましょう、刺激で行ってみます、一応、なんでやった続けてよかった、うん、よかったいやまさかの 100% で、おうおう、はい、ありがとうございます、あ、びっくりした、はい、ザクッと、よし、めちゃめちゃレア役引く、まあ、当たっといて言うのあれですけど、なんかこの減るところをわざわざこうなんか回すの嫌ですよね、あ、もう一回もう一回、あ、よしよしよし、さあこれで2000突破です、発生撃破、はい、木村決戦入ります、まあ1500枚ぐらい出せれば無茶振りは達成ですね。それで50%、大丈夫でしょう、もうチャンス、
あ、だいたい50枚ずつですよね。行こうか。はい。まあ、まず決め、おうおう、早速。あ、そろわず。なんだ？外れとか引いてるんで。こうプレイ青よしよし、はい、スローよし、あのハラハラしないで済んでるんでいいです。スローやった、違いましたね。50枚ずつ。よし、これで6勝。全部とりあえずつきましたね。うん、赤になったね。結構ちょっと優遇されるのか、スケ玉。で33%十郎つけ立ち、数決めで青よし、おレア役まさかの。メゴは祈っています。メゴさん若い、どこれどどちらさん、またまた裏役です。あ、次は青だなってこと、うん、ですね。まあいいか、50枚。おお、あ、追撃入りました。青ナナ高確率プレイで終了危機、なるほど。近く、ここ大事ですね。よしよし、50だ、でかい、うん、パトロール来たら絶対揃うんですかね。弱いのでもう、あ、外した、あ、これ外したら終わりか、あ、そうか、リプレイか、そういうことね。なるほどなるほど、了解いたしました。6回揃えられて、まあ、220枚、そこそこ上乗せ追撃できたんじゃないかと思います。あ、そうだ、まだ消化しなかった。500枚か、まあまあ
頑張ってる気がするんですけど、まだ500枚なんです。はい、黄色になった。おお、レア役。ここは2個もらえる。 100%。 おプラス100万円オーバー。これこっちの方がいい。とりあえずベルを引けばいいのだな。足りねえな。おーし、本丸に辿って。終わっちゃうと嫌だから、あー、はい、100%。 はい、早い、ストレート。あ、でも 100% だ、すごい。とりあえずリプレイ引いときゃいいってことか。来るか、こっ、雪村決戦継続。一個ばっかりですね、マジで。そんなもんかね。三日月姫ちょっと危ない。おはー、ラスト1。でやね、やばい。うわー、マジか。三日月姫はそんな簡単に引けんわ。6択っすね。6択。え、お、え、これ。いや、さっき引けば、マジで。おまちょ、何やってんの。ほんと。勝負だ。当てられる気はしないんですけども、気持ちで負けちゃってるんで。中、左、右でいきます。お、スロット、やった。わお、6択って当たるんですね。びっくり。やった、復活しました。よし、お、全部止まった。どうでしょう。お、3つ、あ、青菜の2個しかも。これは三日月目はまあ大丈夫です。なんかもう揃いそう。乗らない。あれ、レア役ですね、まさかの。ご無事じゃろうか。これは、お、ん、違うな。そうそう、もう当たってる。はい、50枚。そうだ、ここで追撃行ってくれたら嬉しい。50%。いやー、ダメだ、今回はダメでした。確率通りだ。この空気は死んでも離さねえ。お、さ、そういうことね。ああ、ああ、なんか応援された。うん、大丈夫ってことですね。はい、ですね。あ、はい。いや、お、最後まで行くってこと？お。はい。なんかああいうのあったら枚数が多い。あれ？あら。すいません。50枚です。そして。来
プレーの方がいいということに気づきました。いかん、あれあれ、もっとやれるはずだったんだけどな。今リプレイ引いても遅いんだよ。もう勝負だ。さっき中左右でしたよね。いや順押ししたいな。順押しでいきます。さすがに当たりませんでした。914枚、うわー足りない。まあでも結構やれた方なんじゃないのかな。平均1000枚とかですもんね多分 AT 入ったら。いやもう一回さっきみたいにすぐ入って突破してだったら全然まくれると思うんですけど、そんな簡単な話じゃないと思うんで、なんか違うやつにどうしようかな。あ毎回びっくりする。